どうも芸人×プラスピエースでございます。吉本芸人王の高井と申します。よろしくお願いします。さあ今日はねガチオーダーでリアタイやっていきたいと思います。早速オーダー見ていきましょう。ちょっと変わってますよ。はい、まあね野手陣はもう皆さん見慣れてるかな、ご存知の通りこんな感じでございますと。はい、もう極みばっかりいるんで、まあもうオーダー自体極まってるなと。まあ野手の方はね、もうこれでもう確定だなと。でまあ福留さんね継承できるんで、福留さんちょっと今回の TS ちょっと欲しいなと思ってます。まあただね累計狙いはやっぱ松坂さん。はい、でまあ問題は投手ですよ。投手をねまあちょっと変えました。はい、まあダルさん、千賀さん、山本由伸、大野雄大さんはまあ変わらずなんですけど、ここにまあ以前、まあ石川さんとか則本さんとかね、あと山岡投手とか置いたんですけど、ちょっと原突1はやっぱきついなって思ってて、山岡さんで、まずね山岡さんは原突1きついなと。で石川さんと則本さんは得意な人は、まあ、見える人が来ると確実に打たれるんですよ。そうそうすると中継ぎの、すぐ系統に入らないといけないんで、ちょっとね厳しいなと思って、ちょっと則本さんと石川さんは今ちょっと温めてます。ちょっとねやっぱ見える人は見えるんだよね。うん、ということで白羽の矢が立ったのが今日先発の有原さんですね。はあ、有原投手がまあ久しぶりに戻ってきたと、ということでね、この前ね日ハム純正でリアタイやったじゃないですか。でその時結構ね出来が良かったんで有原さんの、そうだからねちょっとガチオーダーでも復活させました。まあ何かっていうと、まあこのタイピンとコントロールっていうのがまあかなり良くて、そうだからねちょっと有原さんを、ガチオーダーのローテに組み込もうかなと思ってね5番手に置きました。でまあ中継ぎ、抑えはまあ変わらずですね、いつもとこんな感じですね。まあ今日ちょっと松井投手今使えてるんで、まあ金田さんに変えとこうかなっていう感じでございますね。はい、ということで、ね、ちょっと今ね育成中のオーダーも見ますか。はい、今育成中なんですけど、このバレンティンが多分ね福留選手と変わると思うんですよ。ライト守れるんでバレンティン、ただライトバレンティンじゃちょっときついから DH バレンティンにして、DH 翔平をターニーをライトに守らせるっていう形にしようかなと思ってます。はい、そんな感じです。で楊大観さんも、まあ、秋山さんと楊大観さんどっちがいいかなって今迷ってて控えね、そうだからそれもちょっと迷って、まあでも日ハム純正では絶対使うんで、育ってます。でこっちサファテですね、サファーレですね、サファーレ、サファーレは、まあリアタイちょっと厳しいかなと思ったんですけど、 V ロードで使ってると結構ねいいんすよ。そう、あもしかしたらこれワンチャンあるかなと、スプリットと縦スラでワンチャンあるかなと思ってるんで、ちょっとサワテもね使ってみた動画出していきたいなと思っております。で今絶賛育成中のブセニッツは多分、さっき見たと思うんですけど宮西さんと交代かな。最近宮西さんよう打たれるんですわ。あーだからちょっとねブセニッツに変えようかなと思っております。はい、ということでね、リアタイやっていきたいと思います。よろしくお願いします。それでは行きましょう。相手の方、これ、セレスガさんかな？なんか、昔のエキサイティングの菅野さんなんだけど、ちょっと能力見ようか。2019シリワンでしょ？やっぱこれ、セレスガさんと一緒だよね。そうだよね。タイピン持ちだよね、多分。了解です。行きましょう。あんまり当たったことない。でもセレスガさんと一緒ってことはまあ当たったことあるか。はい、ナイスナイスナイス。ここの球場どこ？人全然入ってないけど、これどこでやってんのこれ。ちょっとそうだね、やっぱスライダーとタイピンついた今。ちょっと見てなかった。ついてないな。うん、オッケー。これタイピンありですよね、多分ね、この菅野さん。いけないバッチ、よいよいよいよ。まあ、菅野さんは捉えていくよ。タイピン出ないもんな、オッケーオッケー、ナイス。タイピン出ない菅野さんは捉えていく。はい、まあ、フォーク、縦スライダーはみんなボール球で投げるんで、そこはちょっと注意したいです。はい、ここを注意さえすれば菅野さんは攻略できると思うんですね。うわー、何これ、高速進化持ってた。あ、うわーマジでミスったな。高速進化持ってるの忘れた。うん、オッケーオッケー。これシュート持ってないんだね、この菅野さんね。うん、オッケー。
次ストレートでしょ多分。あーし読み違えたな今。どういうこと？これ一発変化量マイナス 1？ 一発ディクソンのツーシーム張って、オッケー、ナイスナイスナイス、オッケー、危ない危ない危ない。あー今のどういう意図があったんだろう。ここはちょっとツーシーム張るわ。はいはい、ちょっとナックルカーブの変化量がいまいち頭に入ってなかったんで、はいはいはい、オッケーオッケー。次ツーシームでしょ多分。はい、ありがとうございます。オッケーオッケーオッケー。まあ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 、まあ、ガチオーダーですからね。使ってみたじゃないですからね。ここはもう打ちまくるよ俺は。いくよ。そうなん、サークルチェンジも持ってんだもん。知らもうディクソン選手全然わかんないな。はい、ナイス。もうナックルカーブの変化量は頭に入ってますから、はい、もう参りました、出ました、ありがとうございます。参りましたが出ございましたでございます。はい、行きましょう。通信待ちだね。これはあかんわ。ちょっとドメスで打ってみようか、うん、いつも代打出してるんですけど、ちょっとドメスで行こうか今日は。そういう気分。うわ全然曲がんないよねこれ。あーまあ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 しょうがないね今の。次ツーシームでしょ、速い球、絶対速い球。はい、もうナックルカーブの変化量はもう捉えられてるなと思ってると思うんで、もうやっぱそうだよね。ナックルカーブは多分投げ、でも次ナックルカーブちゃうの。おい、うわもう次何来るか分かんない。とりあえずツーシーム張る。何それ。オッケー、ナイス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 。まあオッケー、ドメスこういうのあるからいいよね。最高、次ツーシームでしょ多分ツーシーム。あもう全然もう疲れてない、なんか全然曲がってこなくなってるよ。行こう。はい、ナイバッチ、オッケー。ガチオーダーえぐ、順位に行こう。ちょっとガチオーダーえぐいっすわやっぱり。行こう。山岡さんね、はいはい、山岡さんはね結構僕打てるんですよ。最初めっちゃ苦手だったんですけどね。あーそういう入り方なかなかないな。行こう。あっ有原さんごめん。